親子3世代にわたって北朝鮮を支配するキム一族の現最高指導者キム・ジョン。憲法によってあらゆる特権を保障された正当な独裁者であり、彼に正面から逆らえるものは北朝鮮に存在せず、北朝鮮という国家は彼のために存在していると言っても過言ではありません。キム・ジョンイルの時代に悪化した経済状況を回復させた敏腕独裁者、核ミサイルを振りかざす危険な暴君。キム・ジョンウンに対する評価は様々ですが、極めて強い情報統制によって彼の素性は未だに多くの謎に包まれています。今回は限られた資料からキム・ジョンウンの奇妙な半生を見ていきましょう。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。キム・ジョンウンの生年月日については諸説ありましたが、現在は1984年1月8日生まれであるとされています。父は2代目最高指導者のキム・ジョンイルと3番目の妻となったコヨンヒ、女優のソン・ヘリムとの間に生まれたイボ・ケイのジョン・ナム、次男のジョン・チョル、長女のヨジョンがおり、ジョンウンは三男として生まれました。国家主席のキム・イルソンの孫ということになりますが、ジョンウンにはイルソンとの思い出がなく、ツーショット写真も公開されていません。その一方でイボ・ケイのジョン・ナムは最初こそ一悶着あったものの、結果的にはイルソンに認知され可愛がられたと言われています。この扱いの差が生まれた理由は、母親のコヨンヒが大阪出身の在日コリアンだからです。コヨンヒは帰国事業で北朝鮮に移住して喜び組に入り、活動中にキム・ジョンイルに気に入られて愛人となりました。しかし現地での在日コリアンの扱いはひどいもので、朝鮮戦争の時に祖国を助けず日本で豊かに暮らしていた、ずる賢い国、日本から渡ってきた利己主義者などと嫌われていたそうです。最高指導者の母がそのような人間だと知られれば都合が悪いため、コヨンヒが日本出身であるという情報は徹底的に秘匿されています。イルソンもそれが理由でジョンイルの結婚相手として認めようとしませんでしたが、ジョンイルが後継者候補として影響力を高めるとさすがに認めざるを得なくなり、ジョンウンの誕生へとつながりました。以上の経緯により、ジョンウン、ジョン・チョル、ヨジョンは小学生に通う年齢までキム・ジョンイルの官邸や別荘で生活しました。普通の小学校には通えないため、勉強は専属の家庭教師に教わり、遊び相手は選抜された年の近い10代の美少女か兄弟もしくはおばだけでした。物心つく前から何不自由のない恵まれた環境に隔離されると、普通の子供と同じように成長することは困難です。目上の人から叱られることもなく、常に肯定されて育ってきたため、社会性を育むことができなかったとも言われています。ジョンウンは将来の後継者候補として存在をひた隠しにされていたことから、幼少期の情報はほとんど知られておらず、2003年になって初めてその存在が世界に明かされました。幼少期のジョンウンを最もよく知る人物がキム・ジョンイルの専属料理人である日本人の藤本健二氏です。日本で寿司職人をしていた藤本氏は、ひょんなことから北朝鮮でジョンイルに寿司を握ることとなり、キムファミリーとプライベートを共にするほどの関係を築きました。当時7歳のジョンウンと初めて会った時、30歳以上の年の差があるにもかかわらず、ジョンウンは凄まじい目つきで藤本氏を睨みつけたといいます。それから藤本氏は兄弟の遊び相手に抜擢され、日本の漫画やゲームで遊ぶようになったそうです。幼少期のジョンウンは藤本氏の影響を受けて、スーパーマリオやテトリスといったファミコンゲームや、缶蹴り、ベーゴマといった昔ながらの遊びに没頭し、時には母のコヨンヒと日本に不法入国してディズニーランドを駆け回るなど、日本の娯楽に強い関心を示していたことが分かっています。中学生ほどの年齢になると、3人の兄弟はスイスに留学していきました。ジョンウンは1991年から2000年代後半までパクウンという偽名で首都ベルンの公立中学校に在籍していたという情報があります。また警察の文書には、ジュネーブ国際機関代表部の息子として入国した、インターナショナルスクールに通っていたといったさまざまな情報がありますが、いずれも確証はありません。中学校の入学前には現地語を習得するために近所の小学校に通い、外国人向けの補習授業を受けたそうです。ジョンウンの素性はスイスの情報当局から把握されていたものの、閉鎖的な北朝鮮とのつながりを持つためにあえて黙認し、電話連絡を傍受しながら陰で動向を伺っていました。
海外留学させてもらえたとはいえ、最高指導者の息子が好き勝手に一人生活を満喫できるはずがありません。ジョンウンは学校からわずか350メートルにある一般的な低層アパートに居住し、おば夫婦の世話を受けながら、放課後は見張り役に付き添われて遊んでいたそうです。学校でのジョンウンは目立たずおとなしかったようで、シャイボーイというあだ名までついていました。はじめは友達作りに苦戦していましたが、次第に周囲と打ち解け始め、護衛をつけずに仲の良い友人の家に遊びに行くこともあったとのこと。当時の友人によると、ジョンウンは重度のホームシックにかかっており、一緒に北朝鮮の国歌を1000回は聞いた。自分は大使館員ではなく最高指導者の息子だという話を聞かされた、などという証言が残っています。ずっと自分が特別扱いされてきた環境を離れ、自分を知らない者に囲まれて一般人として暮らすことに、寂しさやストレスを感じていたことがうかがえるエピソードです。その影響なのか成績もあまり振るわず、多くの科目の評価が最低合格ラインのギリギリ。語学が特に苦手な反面、体育は得意で、留学時代から本格的にバスケットボールに熱中するようになります。マイケル・ジョーダンの大ファンで、 NBA で実際に使用される重いボールを周囲に自慢していました。留学先だけでなく、平壌でも喜び組のメンバーや軍人を交えてチームを作り、暇さえあればバスケットコートで汗を流していたそうです。というのも、北朝鮮の祝日や両親の誕生日といった重要な日の前後1ヶ月程度は帰国していたため、留学中でも1年の半分近くを北朝鮮で過ごしていました。西側諸国の空気に染まりすぎないようにという配慮だと推測されています。ジョンウンの性格についてですが、一般的には短気で粗暴な面が強調して報道されています。優しくておとなしいジョンチョルと比較すると、ジョンウンはやんちゃで物おじしない性分で、10代ですでに酒やタバコを覚えていたとのこと。バスケットボールの試合をする際は、メンバーの失敗を許さずに厳しい練習を強いて、激怒すると兄の顔面にボールを投げつけました。またある時は、50歳ほど年の離れた老幹部を足蹴りにしてからかったこともあります。暴力的で他人を振り回すわがままな一面に、周囲の付き人や幹部はヒヤヒヤしていたようです。しかし藤本氏によると、人民の暮らしを思いやる優しい一面も持ち合わせていました。日本やヨーロッパを訪れたことのあるジョンウンは、物資不足で貧しい北朝鮮の現状に気づいており、敗戦したにもかかわらず目覚ましい復興を遂げた日本や、10億人以上の国民を統制している中国を素直に褒めたたえていたそうです。自分は別荘で自由に乗馬やジェットスキーで遊んでいるが、一般の国民はどのように過ごしているだろうかと、学生時代から北朝鮮の社会に強い関心を抱いていました。2001年にジョンウンはスイス留学を終えて生活拠点を平壌に戻しました。それからジョンイルの後継者に内定するまでの生活については、詳細な情報がほとんどありません。キムイルソン軍事総合大学に在籍こそしていたものの、年に2回から3回ほどしか通学せず、家庭教師を招いて勉強をしていたといいます。ジョンイルには当初、息子に後を継がせるという世襲制にするつもりはなかったそうです。キム一族という存在は国家の正当性を担保する象徴、いわば日本の天皇のような位置づけとして存続させ、国家運営は複数の側近に任せるという民主制への移行を考えていたという証言もあります。しかしその理想は、2008年にジョンイルが脳出血で倒れたことで打ち砕かれました。回復してもいつ再起不能になるかわからない、残された時間が思った以上に足りないことを悟ったジョンイルは、従来の方針を転換させて子供に権力を譲ることを決意しました。ではジョンナム、ジョンチョル、ジョンウンの誰に後を継がせるか。ジョンナムは2015年に日本に不法入国して拘束された時点で、後継者への道は閉ざされたと考えられており、ジョンナム自身も政治には関心がないと語っています。ジョンチョルも同様に国政に携わる意欲がなく、控えめで優しすぎる性格ゆえに候補から外されました。そこで最終的に選ばれたのがジョンウンです。ジョンイルが倒れた翌年の2009年1月、党幹部にジョンウンの後継者内定が伝達されたことを韓国ニュースが報じます。さらに2010年9月28日には、北朝鮮の国営放送でジョンウンの後継者内定が正式に発表されました。当時のジョンウンは大学卒業後に上位という地位についていたものの、まだ3年程度の経験しかない27歳という若者です。一国のリーダーとしては世界最年少という
あまりにも未熟で初々しい独裁者が誕生したのでした。あまりの若さゆえに、国内から疑念や反感を持たれることは、彼らも重々承知していたようです。ジョンウンのカリスマ性をアピールし、ジョンイルの後を継ぐにふさわしい人物であることを国民に刷り込むため、ジョンウンの徹底的な偶像化が進められました。例えば、次のようなエピソードが宣伝されています。3歳の時から100発100中の射撃の名手で、自動銃による高速射撃で1秒あたり3発を射撃し、100メートル先の電灯と瓶に全弾命中させた。8歳になる年には大型トラックを運転し、曲がりくねった凸凹道を時速120キロで目的地まで走行した。軍事専門家が一生かけても習得できなかった分野を大学時代にマスターし、陸海空の全軍を指揮統率できる。このような創作の伝説は、義務教育として学生に習わせることになっていますが、本気で信じている者はほとんどいないそうです。また、国民の生活に寄り添った指導者であることを示すためか、約372億円を投じて遊園地などを建設。北朝鮮には指導者の銅像や偶像化の記念物が世界一多いと言われており、全国で3万個を超えているそうです。これによって国民は、全国のどこにいてもキム一族の姿を拝むことができます。しかし、いくら国民からの支持を得られたとしても、実際に国家を運営していく政治家としての手腕がなければ意味がありません。ジョンイルの場合はイルソンの生前からある程度の権限を引き継ぎ、時間をかけて後継者としての実力をつけていきましたが、ジョンウンの場合は急遽内定されたため、経験や知識を培う時間が明らかに不足していたのです。そこで、ジョンイルの妹であるキム・ギョンヒの夫、チャン・ソンテクを筆頭とした幹部数名が、後見人としてジョンウンを補佐することとなります。このような状況下で、2011年12月にキム・ジョンイルが死去し、年末に平壌市内で行われた国葬にて、ジョンイルの全権限がジョンウンへと正式に引き継がれました。権力の移譲を済ませて、名実ともに北朝鮮の最高指導者となったジョンウンですが、海外メディアからは若すぎる年齢や経験不足をたびたび指摘されていました。父のように党で活動したことがなく、人生の半分近くを外界から隔離された豪邸で過ごしてきた彼には、リーダーとしての人心掌握術や幹部の育成方法、部下との接し方といったノウハウを知らないまま、国のトップに担ぎ上げられてしまったのです。そのためジョンウンは次第に、絶対的な権力や恐怖によって部下を支配するようになります。これまでの慣習を無視した個人的な都合で党や軍の要人を入れ替えたり、短期間で更迭と登用を繰り返すジェットコースター人事を行ったりと、7年間で100人近くの幹部が表舞台から姿を消しました。人事権の乱用と並んでジョンウンの統治スタイルを象徴するのが恐怖政治です。ジョンイルの時代であれば、もし間違いを犯しても裏で静かに強制収容所に送られるか、処刑があったとしても極めて稀で、表沙汰になることはありませんでした。しかしジョンウンの場合は、思想統制の強化や組織生活の変更といった回りくどい強制を行わず、幹部を集めた場所で残虐な方法で公開処刑されます。その有名な例がチャン・ソンテクです。後見人の筆頭格として北朝鮮のナンバー2とまで言われた彼ですが、国家転覆の汚名を着せられて死刑判決を受け、数百発の機関銃の掃射によって処刑されたそうです。遺体は火炎放射器によって完全に消し去られ、チャン・ソンテクの息子や孫に至るまで直系親族は粛清されたとのこと。ジョンイルの義弟であり、自分の叔父である幹部でさえ問答無用で処刑された出来事は、他の幹部を恐怖で支配するには十分すぎるものだったでしょう。この動きは2012年頃から本格化し、4年間でおよそ100人の幹部、その部下や親族を含めるとそれ以上の関係者が粛清されたと見られています。そのきっかけはジョンウンの政策に意見したという理由から、職務の怠慢や居眠り、果ては会議中に座る姿勢が悪いといったものまで様々。ジョンイルの時代を軽く凌駕し、これまでの粛清史を塗り替える異常なペースです。服従しない部下をあぶり出すため、高位幹部の自宅は常に盗聴されており、専任の監視要員によってわずかな発言や怠慢もすぐに報告されます。このような統治で部下からの信頼を得られるはずもありません。幹部に対する処刑の増加を懸念して、海外に駐在する高位幹部の脱北例が年々増加しています。粛清によって忠誠を強いる強引な手法により、ジョンウン自身の安全も脅かされており、暗殺などを警戒して身辺警護が以前の3倍に強化されました。
それに伴って住民の監視も強化され、携帯電話は盗聴可能な機種への変更が義務付けられたほか、国家イベントの際はいくつもの箇所で検閲が敷かれるようになっています。権力を脅かす者を排除するために、些細な理由で大量の処刑を行ったことで、むしろ社会や政治が不安定になっているのです。独裁者は孤独で疑心暗鬼に陥りやすいとは言いますが、そんなジョンウンを献身的に支える人物も存在します。その筆頭が妹のキムヨジョンです。実の兄であるジョンチョルが実権から遠ざけられて所在不明となっている一方で、昔から成績優秀で政治への関心があったヨジョンは、類を見ないスピード出世を果たして高位幹部となりました。2018年にはキム一族の直系として初めて奉還するという大役を任せられ、現在もジョンウンと良好な関係を維持していると思われています。もう一人は妻のリソルジュです。有名な管弦楽団で歌手をしている中でジョンウンに見初められ、ファーストレディーの座を射止めました。現場視察や竣工式といったイベントにたびたび現れ、夫婦二人で手を組んで歩く仲睦まじい姿を見せています。子供は現在表舞台に登場しているジュエを含めて3人いると見られており、近年のリソルジュは子育てに専念しているようです。彼女たちの存在はジョンウンにとって非常に大きなものに違いありません。キム・ジョンウンは国家運営の方向性として平身路線を重視しました。ジョンイルの時代に衰弱しきった北朝鮮経済を復興させるとともに、ジョンイルの先軍思想に従って抑止力となる核開発を続けるという、経済と軍事力の強化を並行して推進する政治方針です。まず経済面ですが、ジョンウンは経済政策において一定の成果を残していると言われています。例えば農業改革として、農民が働いた分だけ農作物が手元に残る制度に変更させ、農民の自由競争を促すことで農場全体の収穫量を回復させました。平壌には現代的なデザインのタワーマンションを乱立させ、外国人観光客を誘致するための観光施設の整備も盛んに進めています。韓国銀行の発表によると、2016年の北朝鮮の GDP が17年ぶりに高水準を記録し、8年ぶりに韓国の成長率を上回ったそうです。一定期間内で経済回復を果たしたことは事実のようですが、その反面で電力や食料不足といった根本的な問題は解決できておらず、せっかく建設したマンションやレジャー施設をうまく活用できていません。この流れは新型コロナウイルスの流行を機に一層顕著になり、電力不足で交通や水道インフラがまともに機能しない上に、食料難で地方民が餓死することとなりました。国民の生活に重い負担を強いているのが核開発です。北朝鮮ではイルソンの時代から密かに核開発を進めていましたが、ジョンウンが核を絶対に放棄しない意思を明確に示し、ジョンイルの時代をはるかに上回るペースで実験を繰り返しています。国連からの度重なる経済制裁に対抗するために、サイバー攻撃をはじめとした非公式の外貨稼ぎを行い、多額の資金を得ていますが、それらは軍需経済に最優先に投じられています。ジョンウンは国民の生活向上を盛んに謳っている一方で、電力、石炭、水を極力節約せよという真逆の指示も出しています。国民の生活を犠牲にしてでも自衛のための核開発をやめられない。北朝鮮はこの考えからずっと脱却できていません。国際社会からの圧力や経済不振などがストレスの種になっているのか、近年はジョンウンの健康悪化がささやかれています。韓国の情報機関によると、ジョンウンは深刻な睡眠障害に悩まされており、アルコールやニコチンへの依存度が高まっているとのこと。また AI による推測の結果、身長167センチで体重は140キロ以上という超肥満体型であることが発覚し、39歳という若さで生活習慣病も患っているそうです。最高指導者の生体情報はトップシークレットで、海外訪問時は専用トイレを持ち込むほど徹底して秘匿されているため、詳細な情報は分かりません。しかし数年ごとに2週間から1ヶ月単位で姿を見せなくなるタイミングがたびたびあり、足を引きずったり杖で歩いたりする様子も公開されています。過去には北朝鮮メディアがジョンウンの体の不調について直接報道したこともあり、少なくとも健康体でないことは確かなようです。もしジョンウンが倒れるようなことがあれば、有力な後継者がいない北朝鮮政権の基盤は一気に揺らぎ、権力闘争が激化する混沌とした時代に逆戻りすることも大いに考えられるでしょう。
世間を知らずに贅沢な環境で育ち、わずか20代で国を背負うリーダーとなったジョンウン。北朝鮮という特殊な国を支配する独裁者の行く末に全世界が注目しています。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。